ゴーマール S でございますね。パワーウィンドウついてますが集中ロックはないわ、トランク開けるレバーもないわ、ベルトキュルキュルダワでございます。あ、携帯のフォルダーついてます。これはとても1ポイント高いですね、片方戻ってない感じですよね。あ、もう直らないのかな、なんて感じでございます。86,103 キロということでですね、三重県から自走で乗って帰りました。お客様の方がですね、もうこれはもう完璧にもう整備をしてあるし、ね、何に悪いとこないよって言ったら天井クリアハゲのベルトキルキルということでですね、もう東京まで帰ってこれるのかなと思ったんですけど、無事東京に帰ってまいりました。三重の方、目白自動車に会いたかった人ごめんなさい、急ぎで帰ってきてしまいました。で、この車なんですけども車検が32年6月まであるんですね。でも何か困った時の足としては最適なんではないかと言っていいかと思います。確かにあのエンジンも静かで安定しておりましてですね、加速も良好です。まあ、3AT ということで、もっさりもうそーっと上がってる感じですけどね、ノンターボは。ただ逆に壊れにくいとかあるんじゃないでしょうかね。桜も散ってまいりましたね。4月何日かでございますが、エアコンの方やってみましょう。ヒーター入ってました。そうなんです、今日も20度以上あるんですけど、朝まで八王子周辺なんかマイナスじゃなくて3度です、3度、単なる3度です、3度ぐらいでしたからね。こんな20度ぐらい気温がずれるなんて日本じゃ考えられないですよね、朝と夜で。冷えてます、しっかり冷えてます。カロッツェリアの CD デッキでございます。 DEH360 ちょっと溶かしたと思ったら冷たりましたね、両面ですからね。はい、そんな感じで、もういいところしか見当たりませんでした。ありがとうございました。